こんにちは、こんばんは、おはようございます、石井ちゃんです。それでは竹中半兵衛の、第何回目かを始めていこうと思います。では続きから。失礼する、賢人よ。誰が変人やねんっていうね。太田君、まあそれはいいとして、君には託し寄せないか。どこがいいですかね。この白髪城に行くと、なんか変なサーフィンしてるようなやつらを捕まえなきゃいけないんで、9人も見てる人が多分イライラしちゃうんじゃないかなと思って、ここはやめときましょうかね。個人的には川中島好きなんですけど、こっちにね、あの信じるとしよう、今日の加賀国境お尋ね者がいるんでね、ここにしましょうか。で、難易度もちょっともう究極で十分いけそうだったので、心配はないと言っているのに、それでいきましょうかね。でですね、ここに何かつけましょう。まあいろいろあるんですよこれ。実はゲーム実況するには最適ななんかこう縛りとか、まあいろいろあるんで、今度ちょっとあのいろいろ見ながらやっていきましょう。これつけた状態でなんか縛ってやっていくのも楽しいかもしれないですね。はい、ではお尋ね物探し、あらかじめもう13個買っときました。金ならあるんでね。はい、でこれでいきましょう。進軍出陣。待たせたかい。待たせたな。また今回待たせてないと思う。いつこれアップしてるか分かんないですけど、多分待たせてはないと思いますよ。私待ってる方は辛いが、待たせてる方はもっと辛いっていう歌の歌詞がありましたからね。新生前田軍の出陣だ。行くよ。刑事、腹を決めろよ。あれ、それって明日じゃ。しまった、ぽっかり完全に日にち間違えてた。いやー、なんか最近ね、これ本当にこれ言っていいのかわかん、本当に言ったらやばいかもしんないですけど、もう一意見として、もしかしたら僕の夢の中の話かもしれないんで、なんかもうキモオタが妄言言ってるわぐらいで聞いてほしいんですけど、前田刑事、今の前田刑事の声の役者さんの話をちょっと聞いたんですよ、この間。本人じゃなくて、その本人のお知り合いの方の、なんかそう、話を聞いて、で、僕そんなに、まあ、森田さんっていうんですかね。ちょっとは知ってたんですけど、名前ぐらいは。有名な、すごい人気の声優さんなんでね。この方、今の方。それがしが大将の何たる顔。すごい。物騒なもん持ってるね。かっこいい声なんですけど。待ってて、お説教は後ほどということで。この人がどんな人かっていうのをこの間知り合いの人に聞いたんですけど、なかなかファンキーな、具体的にどういうのってのはあんま言えないんですけど、なかなかファンキーな方みたいですね。そんなこと言ってたらすごい。やっぱあんまりベラベラ言うもんでないですね。秒殺、しかも刑事に殺されましたからね今。さあ、ちょっとあれだ、レベル15はさすがにちょっときつい。レベル15はきつい。ごめんなさい、再挑戦っていうか一回撤退しましょう。この動画始まって以来の撤退でございますよ皆さん。バカの一つ覚えみたいに言っちゃダメなんです。己を知らなければならない。己を変えることができないんだったらレベルを変えましょう。難しいでいきましょう。
僕の器じゃまだあの究極レベルは無理でした。待たせたかい？やっぱね、森田さんの話するもんじゃないですね。森田さんでしたっけ名前、森田さん。いやー、なかなかね、すごい、多分もう僕はついていけないなって思いましたね。この方のあの普段の行動言動を聞く限りは。腹を決めろよ。あれ、それって明日じゃ。しまった、ぽっかり完全に日にち間違えてた。まあでも人に夢を与えたり、こうまあありえないようなこうキャラクターとかで、こうね、例えばバサラで言えば歴史上の人物、まあそういったね、役者さんっていうのは常人と同じような感性ではダメなんでしょうね。平平凡凡と生きてるようでは。悪い、これちょっともう2回目なんで飛ばします。よいしょ。もう本気でいきますよ俺は。もう俺は手加減なしでいきますからね。卑怯だろ、3対2とかなんかゲーム的には楽しいけどね。おい、なんだこれ。刑事、ここは任せて、本体を呼びに行け。もしでも、しっかりなさい。あなたは前田軍の大将なのですよ。え、そうなの。分かった、任せたよ。待て、もうすぐ追いかけて殺す。刑事の晴れ舞台に、もう殺す。おい、君、ちょっと早く早く早く。なんと、もう落とされましたか。どこ行った、どこ行った。もう俺も速攻で殺すから。待ったよ、みんな、約束は守るぜ。よし、行け、オッケー。いいね、もうこいつ殺しとけばあと楽だよ。ちょっとさっき死んだんで、ちょっと俺の中でこうエンジンが上がったというか。どこ行った。おいいね。刑事、皆を導く者はいたずらに心を乱してはなりません。早かったね。わかったよ、松姉ちゃん。あ、わかった。だから、あの黄色のバツのところはまだ誰にも陣取られてないから、取ってきゃいいんだ、どんどん。なるほど。ほい、やべ、戻ってきた。こんなはずではなかったのに。それがしも今のうちに食うぞ。これで行こう。勢いに乗らないと刑事に笑われるぞ。ああ、もうてか取られたじゃん全部。クソ、クソ、押されてる、俺たち押されてるぜ。槍の股だ、ここにあり。みんなもすげー。まさかね、でもさっきのあの別れが根性の別れになろうとはね、3人が夢にも思ってなかったでしょうが。これこれこれよ、これこの、いいっしょ、いいでしょ。このステージ何気にあの時間がすごくかかるステージなので、サクサク行こうかなと思ってます。お前だけじゃいいんじゃん。これは結構攻撃力高く設定してあるんです今回は。結構あの秀吉がね、あの技の一発一発の強いんですけど、あっと、おい、
その分あの隙がでかいので僕はこう小技で止めてあげつつその間に秀吉にでかい技を貯めてもらうっていう、そういう戦法です。おお、なんだこれなんだこれ、半端ねえな、これ半端ねえぞ、ほい、なんだこれ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 、あーこれで決まったっぽいな、いいでしょう、いい感じですね。あとは陣落としたいな、あ、もう来た。命を感じる。早かったな。国を背負う重みなんだよな。トシ、松姉ちゃん。行くぜみんな。前田軍総大将前田喜二。マカリソール。いやなんか。すげえ時間かかるって言ってたけどな、こ早くね、こいつ倒したらもうステージクリアですからね。なんだこれは、ここは動物王国か。前田あーくそいけねえな、なんかおかわり隊と共に到着、行き止まりか、まだまだ援軍が駆けつけてますね。まだやられる、かすり傷の一つも負わせてみせよな。おかしそう、これ出ねえな、噂が。君はなぜ死にに行く。町田が押されている様子、ある日、いかがいたしますか。これだな、いただくよ。うわ、なんか敵が溢れてるな、ステージ上に。おわ、取られたし、これこれ、この技よ、俺が欲しいのはこの技よ。あ、ちょっと待って、息の至り使っちった。哀れみを持って君を葬ろう。もういいねいいね、これ結構いってますよ、技の技結構いってるな。いやもうこれが嫌いなのよ俺。あの技が強くてね。あ、そう、別にあの何左のあのなんだっけ、お尋ね物別に忘れてるわけじゃないんですよ。皆さんなんか IC ちゃん忘れてる忘れてるって思ってるかもしれないですけど、全然忘れてないです。もう常にむしろもうそれのことしか考えてないですから今は。ただそうまで生きられては失態の一つも犯せないね。忘れてるわけじゃなくて、いけないんです、行きたくても行き方が分かんない。しかも技出ねえな、これそんなビクモンかね。これが音のつかまつる、難しいな、あれなんかコツがいるな。お前は軍師、このなんか今軍師ってやつをね倒したんですけど、軍師って何する人かっていうとですね、まあなんかこう今回で雑魚兵が塊になってなんかいろんな陣形を組んで攻撃してくるんですけど、この軍師を倒しとけばそういうことできなくなるんですよね。軍師がそういうのを導いてなんかやらせてるみたいなので、軍師倒しとけばそういうなんか連携組んでこなくなるんですよ。まあなので倒しといた方がいいはいいんですけど、ただねこれこれ軍師ってこいつ、ただあの名前もなくていきなり軍師ってだけ書いてあるとなんだよって思っちゃうんですよ僕は、個人的には。こう
おい、こいつは奥村、奥村なんとかっていう名前がついてるじゃないですか。こいつは奥村長なんとかみたいな。君たちと違って僕には捨てる命がないんだ。お、どうやって行きゃいいんだあそこに。これかさらば。一つだけ言っておこう、それがしの技はとてもすごい。いいねいいねいいね、ガンガン行きましょう。敵をどんどん沸かせてるやつがいるな。ちょっともう展開が目まぐるしすぎて、ちょっと何の話しようとしてたか何の話してたかも思い出せませんけどね。そう、また軍師がいる。軍師ってだから急にこう倒戦ってたらいきなりこう係長みたいなもんですからね。なんか 役職名が急に出てくるっていうのがなんか下せぬというか。そしてこの技、この技なんだこれ、すごいな。大丈夫これ、あの動画ついてこれてる。我が力にも劣らぬ軍師。大丈夫か、お尋ね者消えたりしないか。そろそろ倒しに行かねえな。そしてこれに乗ると、お、これいいんじゃねえか、いけるか、いけるかな、いけるでしょう。 OK、 これで OK っすよ。いるか、いる、あいつなんかお尋ね者、あれここにおるはずなんだけどな。お尋ね者いますか、あれどこだろう、上かな、いける、ちょっとこれめんどくせえな、どうやって行きゃいいんだよ上に、行けんのかそもそも上。またこういうなんかいけない的なところいますか、お尋ね者降りなきゃいけないのかな。またこれめんどくせえな、どうやって行きゃいいんだよ。こっちか、どっちだ、こっちか、おっ、いた、いた、ちょちょちょ、あぶねえ、転んでる一人でかわいいっす。ちょっと待って、こうやって、あった、おい、オッケー、ちょうど空いたとこがいったやん、いいっすね、いいっすね。これで結構揃ってきたと、よし、さてと、まあここはちょっとほどほどに、ここは制圧しといて、もうそろそろ行きましょうかね、キリがないので。いただくよ、いただくよ。この橋の上で変な動きするのはやめときましょう、なんか嫌な予感がするので。おい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 、いるじゃん刑事。うん、いいでしょう、いいでしょう、うん、君に秀吉は切れないよ。昔咲いてた花が頭にちらつけある、その苦痛早くなくしてあげようか。いや、いいね、なんかこの半兵衛のちょっと怖い妖艶な雰囲気嫌いじゃないですね。
赤子のお育てだったであろうな。あいつはジンがね、落としても落としても取られちゃうんですよね。もっと構えた俺が見たいのかい。くっそ、もうこのジンがうぜえな。おい、聞こえた気がするんだ。あ、くそ、久々のあれ。ちょっとここら辺でね、技紹介しようかなと思います。なかなかこっちは国を背負ってんだ。それでかぶいたつもりかい。よく喋るなあいつは。まずこう通常攻撃こういう感じです。ちょい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 っていうね。これなんかあのどんな状態でも第何発目でも長押しすると無知に変わるみたいです。ほれ、無知に変わりましたね。じゃあこれ3発目で変えます。無知に1、2、ちょ待って、ちょ待って、いきますよ。1、2、3、ほら無知に3発目だけ無知にしました。そんな感じでできるみたいでございますと。で今度はあの固有ボタン、三角ボタンですね。固有技ボタンを通常押し、こう上に勝ち上げますね。アッパーカットみたいな感じですね。で全ての技がこあの固有技とか通常技関係なく長押しすると無知になります。なのでさっきの三角ボタン固有技を長押しするとこんな感じで、最初はアッパーだけなんですけど、アッパーした後に無知で叩き落とします。叩き落とす。だからこう上に上げたいだけの時はこれでいいんですけど、では今度はあの移動方向キーを入れつつ、こういう技ボタンを押してみようと思います。こんな感じですね。前前方に対するこう突き、まあ大体方向キーとこういうボタンでこういう移動系の技が多いんですけど、こいつもこう突きですね。突きでこう無知バージョン、長押しで無知バージョンにするとどんな感じになるかといいますと、無知でかなり遠くの相手まで、で食らったやつはこっちに引っ張ってこられます。ちょっと待って、前田刑事が回復してんのが感化できないな。間違えちゃいけないよっていう感じで、ただの突きから味方を敵を引っ張ってくる技に派生します。で今度は、三角ボタン、L1 ボタンと三角ボタンですね。普通に単純に押すとこう後ろに移動しながらの無知攻撃になります。こういう感じですね。まあ、鶴姫もこんな技ありましたよね。後ろに逃げながら攻撃みたいな。ただねこれやり方はこれだけちょっと難しくて、なんかねこれ長押しとかっていう感じじゃないんですよ。普通に押してもこの技になるんですよね。あ、長押しにしなかったらこう横にスライドする動きになる。これは面白い。これはいい。で移動はこう方向キー入れるとできるみたいですね。これはいいですね。これは素晴らしい。ほいほいほい。あ、これはいい。攻撃力はすごい低いけど、
ょっと敵がうざいんで一旦排除します。まあ、これ大概の敵は死んだでしょう。おい、まさか刑事ごと言ってないよな。はい、オッケーですね。で、L1 ボタン、 L1 ボタンを押すとこう長押しで無知ですね。長押ししなかったらこう剣で切り刻むっていう感じですね。切り刻む、もうまるであの三成の技みたいですね。三成の L1 もこんな感じでしたね。で、長押しだと無知、これは結構強いですね。あ、なんか生きのいたり使っちゃった。おお、今のちょっと最後に固有奥義使ってみたんですけど、これかっこいいな。なんだろう、ちょっと黒いオーラみたいなの出てましたね。ちょっと次回で詳しく固有奥義については説明していきます。せっかくなんで固有奥義もう一個レベル上げて出しておきたいと思います。すまない秀吉、兵への指示を思い出した。先に行ってくれ。わかった、先に行く。早く追いつけよ。いよいよか。だがまだダメだ、まだ死ねない。まだ僕は道を示せてはいない。急がなければ、残された時間はあとわずかだ。僕にできることは何だ。僕のすべきことは、考えろ、考えるんだ。豊臣のために、秀吉のために、この限られた時間で僕は何を残せる。考えろ、考えろ。ちょっと感慨深いですね。やっぱ余命があとどのくらいかって自分の中で分かるんでしょうけど、こうやってあとどれだけ自分が生きれるかっていう中でのすいません、なんかメールが来たかもしれないですね今。あー、ぶち壊してくれるぜ。まあこうね、あと余命があとこんどんだけっていう中で、考えろ考えろっていう、やっぱ人間の武器って考えることですからね。うん、他の動物に比べて秀でてるのってそれぐらいなんですよ、人間って。考えるっていうこと。なかなか、感慨深いですね。で、今、秀吉レベル、秀吉ね、半兵衛レベル20になってたんですけど、ちょっと固有奥義の説明も次したいので。おかしな鹿と少年がおりまする。なのでレベルをちょっと固有奥義もう一個出すためにレベルちょっとあらかじめ上げときますね。経験値割り振って。ねえ親さん、ハル様はどうしてどこへ消えたんでしょうか。お、ドラマルード発生、いいですね。ドラマルート4戦目でいきなり小牧長くて、これ名前がすごいな。三河小牧長くてでも思い届かなくてみたいな、これ名前がすごいよなっていつも思ってるんですけどね。会いたくて会いたくて、そして小牧長くて、まあどれ、小牧長くてでしょうね。この探索ってのもちょっと楽しみっちゃ楽しみ。まあこれ多分一騎打ちなのかな。多分一騎打ちだと思いますけど、せっかくなんでね、もうドラマルートや
ていこうと思います。はい、まあ次レベル究極でいったらどうかな、いけるかもしんない、いけないかもしんない。さっきも秒殺されましたからね。すいません、ちょっともう30分過ぎてるんで、そろそろおいとましたいと思います。ちょっとメールも気になるしね、うん、ということで今回はあんまり間開けずにアップできたかなと思ってます。かっこ仮、まあ、いつアップしてるかわからないんでね。ね、ではですね、本当にチャンネル登録者数がちょっと増えると僕はすごく嬉しいので、まあ初めて見てる方はまあ面白くない回とかもあるかもしれませんけども、まあチャンネル登録していただけると、でコメントいただけるとかなり嬉しいです。で、そうですね、このゲームクリアした竹中半兵衛クリアしたぐらいでまたいろんなキャラクターをお見せしますんで、その中からこいつをちょっと動かしてほしいとか、あと技ちょっと見せろとか、あのステージちょっとどういうところかちょっともう一回やってほしいとかっていうのがあれば、全然リクエストを受け付けるというよりはリクエストしていただいた方がこちらとしてもいろいろやりがいがありますんで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございました。